こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、祝日ですね、お休みということで、まあちょっと緩い話ということでしていきたいと思うんですが、以前に過去2回ぐらいですかね、紹介したこともあります、ジュラシックワールドアライブというですね、ゲームがあります。このゲームは、まあ、ポケモン GO みたいな、いわゆる位置情報ゲームで、まあ、ポケモンの代わりに恐竜がいるというですね、ものなんですけど、まあ、若干内容はもちろん違うんですが、今回ですね、2月の頭にですね、大きいアップデートがあって、変更などがね、多々ありましたので、まあ、その辺も含めてですね、今日はちょっとですね、お伝えしたいと思っています。では、今日はですね、3次元中継ということで、ちょっと見ていきたいと思います。こちらの方からご覧ください。はい、今ですね、2つちょっと画面が出てるんですけど、ちょっと真ん中の方の画面で説明しますが、今ちょうどね、運よくですね、ここに、ティラノサウルスが出てきたんですね。ちょうど今、真ん中に白い、こう、なんていうんですかね、光ってるところに横にいる、こいつなんですけど、はい、このティラノハウスが出てきたら、この発射っていうとこを押すとですね、こうやってまあ捕まえるわけですね。で、この、今、ダーツっていうのを打ってるんですけど、このダーツを打って、そして、この、上手に当てると、今みたいに、こう、僕、今ね、13とかですね、で今、14とか。で、上手に当てると26とかね、30とか取れるんですけど、ちょっと話しながらやってるんでうまくいきませんが、まあこうやって、今最後いきましたね、26。で、DNA を集めます。そうすると、今ですね、こんだけ集まってるんですけど、この DNA を集めることによって、例えばティラノサウルスだったら、これですね。今これなんですけど、3000に対して2万4000持ってますから、これで、21にですね、進化させることができるんですけど、そのためには、真ん中に書いてる通り、コインが5万コインいるんですね。でも上見てもらうと、今4万1000しか持っていないので、進化できないわけですね。で、この下に、ハイブリッド可能って書いてて、ディラノロフォサウルスっていうのが出てるんですけど、こうしてます。そうですね。そうすると、これは、2つの恐竜のハイブリッドでできるわけですね。で、この2つの DNA を使うことによってできるわけです。で、こうやって、さらにハイブリッドとかってやっていくんですけど、今日紹介したいのは、ちょっと変わったこと。今までは、この、今ね、こう、こういうふうに、円が、黄色の線が入ってるの分かると思いますけど、これはですね、今200メートルに線が引かれてるんですが、半径200メートルに。なので、実際の地図でも200メートルですね。これ地図を書いてあるので、で、この200メーターのとこは、これ有料会員は200メーターで、無料会員は150メーターなんですけど、今までは、この200メーターの範囲にいる恐竜が出てくると、取ることができたんですよ。で、この真ん中にある白いふわんふわんってですね、こう、波紋みたいになってるとこ。ここに入ってきた場合だけ、例えば、ここにある、なんか赤いね、座布団みたいなのがあると思いますけど、こういうやつ。イベントに参加することができたり、例えばこういうね、今恐竜の上の方にいる、これですね。これみたいに、何か、こういう物資をね、得る、まあ、ポケモンであれば、ボールみたいなもんですね。こんなのを、今までは、この波紋みたいなところに入れば取れたんだけど、今回変更になったアップデートによって、この一番外の黄色い線のとこまで取れるようになったんですね。なので、結構自宅にいても、200メーターの範囲、もしくは無料であれば150メーターの範囲であれば、恐竜も取れるし、
で、恐竜取るのは、いいんだけど、恐竜取るためには、左上にありますダーツって言って、今140分の133ってなってますけど、これを取らないとですね、ダーツが打てないんですよ。ところが、ダーツがなくなるとですね、取れなくなってたんだけど、これだけの範囲に、この取るものがあると、例えば、こういうとこに行ってですね、こう回せば、今140だったのが、プラス7で140に戻りましたよね。そうすると、またね、取れるわけですよ。で、さらに、このイベントってのも、今までは、この波紋の中に入らなきゃいけないのに、今は、もう僕全部イベントやっちゃったので、もう終わってるんですけど、ここのもね、取ることができるわけですね。例えば、これとかもそうですけど、これ今ですね、2、4、6、7連勝して取ったんですが、まあ、こうやってね、取ることもできるわけです。さらにですね、まあ、これが今回のアップデートで変わった、まあ、大きい変更。もちろん恐竜が増えたとか、それぞれの恐竜の、内容少し変わったりとかっていうね、まあ、ちょっとそういうプチリニューアルあるんだけど、大きかったのはそこなんですね。で、さらにですね、ちょっと前に変わったことに、この右下にありますものですね、右下のマークのここを押すとですね、この加入している同盟っていうのがあって、これですね、僕が作った同盟なんですけど、ジャパンっていう同盟なんですが、こういうものがあるんですね。で、ここには50人入ることができるんだけど、一緒に戦う仲間ですね、を、同盟として組むことができるんですね。もちろん、リクエストして、承認僕がするんですけど、そうすると、ここの中で、自分が欲しい恐竜っていうのを、の DNA をリクエストすると、自分は、持ってるんだけど、いらないよっていう DNA とかがあれば、ここにね、まあ、寄付できるわけです。で、寄付すると、本人はコインがもらえるので、いらないものは寄付した方がですね、コインを集めて、コインが集まれば、さっきのティラノサウルスみたいに進化することができたりするので、なので、寄付する。一方で、自分は自分で欲しいのがあったら、出して、もらうっていうですね、まあ、物々交換みたいな感じですね。っていう場所があって、で、ここの下に、さらにこういうなんか、掲示板みたいな機能があって、同盟同士でなんかこう、情報のやり取りするみたいなこともできるようになっていて、まあ、非常にね、面白い。で、それに今回加わった機能が、この右上にあるんですけど、このデイリーミッションっていうのは、これね、ちょっと前に追加になったんだけど、このデイリーミッションっていうのは、毎日ですね、ミッションが与えられて、ミッションクリアしたら、何か自分が、ここに出ている、今のはティラノサウルスですけど、の恐竜がもらえるみたいなのがあって、これたくさん条件があって、クリアしていくともらえる。これポケモンにもありますけど、同じようなものがあるんですね。で、それに今回追加されたのが、真ん中にあります、同盟ってやつなんですね。で、これがなかなか面白いです。これは自分が作った同盟に入ってもらえると、まあ、人の同盟でもいいんですけど、その同盟の中で同盟としてのミッションがあるんですね。で、ここに出てる探索と防御っていうのは、その50人の人でみんなで力を合わせて、例えば、達成すればいいよっていうものなんですね。なので、一人の力では当然大変なぐらいですね、ノルマが高いわけですよ。でも50人集まればっていうものなんですね。で、今僕をここのとこに3つインスパイア、インスパイア、インスパイアって3つ出てると思うんですけど、3つをちょっと押してますね。真ん中の押してますね。そうすると、指定された量の DNA を採取するっていうノルマがあって、なんか、例えば10万とかでノルマがあって、それみんながやっていく中で、僕が一番貢献したよってトップ貢献者っていうことで僕が選ばれてるんですね。これ最後にならないとわからないんだけど、で、たまたま3つ取ったわけです。で、下の方はまだ誰も達成しないので、ちょっと見てますね。これ3を押してます、真ん中。これ押すと、例えば、バトルで敵の生物に指定される回数のテイクダウンを決めるっていうのがあって、1500分の1237なんですね。で、これをクリアすると右に1500って書いてますよね。そうすると1500コインもらえるわけですよ。で、もらえるのは、この同盟としてやってるから、
1500コインは全員がもらえるわけですよ。だから変な話だけど、自分が何もね、バトルとか頑張ってなくて、何もやってなくても、同盟の仲間が頑張ってくれれば、働かないで、その1500コインとかもらえることができるんですね。これが意外に助かります。でもお互い様なんでね、みんなやらなかったらもちろん入らないんで、入らないんですけど、で、それで、このステージが5つあって、5ランクあって、右のちょっと押してますね。で、これ今、1週間の、これミッションなんですけど、1から順番にこう上がっていって、ランク5まで行くとですね、これがもらえるよっていう風になっている。で、これはトリケラトプスとか、エーニュスクスとか、シノケラトプスっていう、結構ね、まあ特にシノケラトプスなんてレアなんだけど、これが500万もらえるって、かなり嬉しいことなんですね。これ、取るの大変なんで。で、これを、今、ランク5になってるので、これがあとね、1日と17時間経つと、全員にもらえるわけですよ。まあ僕3つ頑張って、3つね、トップを取ってるけど、トップの人とかがもらえるんじゃなくて、全員にもらえるんですよ。デイリーは個人だけど、同盟は全員にもらえるんですね。だからこれはね、うちの同盟入ってる人で、自分はそんなに頑張ってないんだけどって人は、かなりね、楽チンしてね、もらえることができるわけですね。でもみんなが楽してたらもう誰も入らないんだけど、で、こっち側の方は、今度は、違う恐竜のね、DNA っていうのがあって、今こっちはまだランク4なので、ランク5になるとたくさんもらえると。で、このクラスの恐竜は5000とか1500とかって DNA もらえるって、ちょっとね、なかなか一人じゃできないんですよ。大変なんですよ。なので、この同盟ミッションっていうのが追加になったっていうのが、結構今回面白いところで、みんなが協力してね、それこそ掲示板で話し合いしたりとかしてできるっていうのがいいなと思っています。で、今日はですね、ちょっと時間があるので、最後にね、一個やってみたいのがあるんですけど、ここのですね、フレンドリーバトルっていうのがあります。ちょっとこれやってみたいと思うんですけど、一番左の方、僕のもう一個のアカウントから、僕のもう一個の、メインの真ん中の iPad の方に、今、フレンドリーバトルのリクエストをしたので、これ承諾してますね。そうすると僕、今、2個の携帯を使って、ちょっとやってみたいと思うんですが、うまく動くかな。左が動く、あ、動いた、よかった。こんな感じでですね、やっていくんですけど、これは自分の、チームで作った8体の中から、こう出てくるんですけど、例えばですね、こんな感じで選んでみますと、スコタトルとティラノサウルスで戦うわけですね。で、こっちが技を出して、こっちも技を出して、で、お互いがバンバンと、交互にね、打ち合うと。で、交互に打ち合うんだけど、移動速度っていうのがあって、その数字の下で移動速度が速い方が、次優先的にまたできるということで、まあ、こうやってやっていくんですね。で、こうティラノさん死んじゃうかな？お？落ちた？ちょっと画面が見なくなった。よいしょ。よいしょよいしょ。はい。負けましたね。僕負けたので、二人目を出しますけど、よいしょ。で、このフレンドリーバトルが面白いところは、あ、なんかこっちのキャプチャーが終了したのね。面白いのは、何が面白いかって言ってですね。同じレベルになるんですよ。両方とも26ってレベルになるので、友達同士でレベルが違っていたら、やっぱり強い恐竜を持ってるとか、あ、強い恐竜じゃないな。レベルが高いね。一つの恐竜でもレベルが高いの持って、これ、たまたまね、今同じ恐竜出してるんだけど、一つが26で、一つが10とかとか、絶対26の勝つわけじゃないですか。同じ技を持ってる。だけど、同じレベルで競争できる、戦えるので、そうすると、やっぱりね、腕がある人とかが勝てるじゃないですか。まあ、こういうような、フレンドリーバトルっていう機能があって、で、これね、かなりね、練習するとね、勉強になるんですね。で、これ、勝っても何もいいことないんだけど、ただ、自分の勉強として、結構面白いというものがあります。で、今日は、このジュラシックワールドアライブっていうのを紹介したんですけど、ぜひね、興味持った方、始めてみると、まだまだどん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 ね、
新しく始めてる人がいますので、ぜひね、まだ間に合いますから、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。インスパイアの方でした。ありがとうございました。